リーズじゃないか。今はビクトリーズじゃないんだけどね。確か豪輝くんだったよね。君も参加してたのかい？当然当然。なんたって俺様は世界一のレーサーなんだから。相変わらずどっか似てるんだよな、このやつと。それにボルゾイの野郎が主催したレースだしな。いやでも参加しないわけにはいかないさ。ボルゾイ？ああ、手紙にマークが書いてあっただろ。あれ？やっぱ知らないの？みんな。そのボルゾイってのがこの大会の主催者なのかい？まあね、マシンを壊すことを何とも思っていない最低のやつさ。今回もこんなわけのわからない大会を開くくらいだから、絶対何か企んでるに違いないぜ。なるほどね。なんとなく分かってきたよ。まあそういうこと。ほんじゃ早くレースしようぜ。俺お前らと勝負したくてしょうがなかったんだよ。飛行場での借りを返しに来たのかい？それもあるけど、何よりも早いやつと勝負がしたかったんだ。このチャンスを逃したら次いつ会えるか分かんないからな。そうだね。あれから少しは早くなったかい？もちろん。それじゃあ手を抜く必要はなさそうだね。全力で行かせてもらうよ。よし、そこなくちゃ。くぅ、ワクワクするぜ。よし、いいぞソニック。ちくしょう、また負けちまったか。ごめんね。それじゃあ先行くよ。くそーって、あ、ちょっと待った。あ、ここを抜けたらもうボルゾイの射程圏内だ。さっきも言ったと思うけど、マシンを破壊することを何とも思っちゃいないやつだからな。こっから先は慎重に進んだ方がいいぜ。忠告ありがとう。気をつけるよ。次は絶対ぶっちぎってやるからな。覚悟しとけよ。やっぱ似てるよな、ゴーのやつと。やっとお出ましか。君は誰だい？
一文字烈也。え？まあ誰と戦ってきたかは知らないが、ここまで進んできたってことは少しはできるってことか。でも俺は兄貴がギャーギャー騒ぐほどお前らビクトリーズが早いなんて思っちゃいない。一文字兄貴ってことは君はゴーキ君の弟かい？ゴーキ？まあな、不甲斐ない兄貴を持つといろいろ苦労するぜ。逆だな、うちと。いまだにお前らビクトリーズが世界一だなんて思ってるみたいだしな。え？へえ、それじゃ君はゴーキ君よりも早いのかい？当然だ、ここでそれを証明してやるよ。それじゃあそろそろ始めるか。あんまりのんびりしてる暇もないからな。ああ、いつでもいいよ。お前確かビクトリーズのリーダーだったな。お前が相手なら最終調整ぐらいにはなるだろう。こんな大会さっさと俺が優勝して終わりにしてやるよ。大した自信家だね。でも僕のソニックもここまで来て負けるつもりはないんだ。君には悪いけど、ここから先を譲るつもりはないよ。言われなくても腕ずくで譲ってもらうさ。行くぞ。どうやら先に進むのは僕のようだね。チッ、俺の負けだ。余計な話は聞きたくない。さっさと行け。ああ、でも次は負けない。え？次は絶対勝つ。覚悟しておけ。ああ、待ってるよ。